バンダイマスターグレード、ウィングガンダムゼロ EW バージョン過渡期制作18回目になります。まず前回塗りましたこの肩の部品なんですが、これマスキングゾルを剥がしてこういうようにグレーのパーツはこう塗られないでちゃんとこういうふうに再現してあります。そして前回墨入れしたパーツを拭って、デカールをちょっと貼っていこうと思います。まず余分についちゃったところを拭き取っていきますので、まあこういったので、この辺はまし余分にはついてないんで、この辺は軽くでいいですね。そして手のパーツのところもちょいちょいと、ちょっとつきすぎちゃったな、息が。ちょっとこうはみ出たところだけ修正していくような感じで。こんな風にほんとちょっとこう色がついてるぐらいな感覚です。そしてこれがちょっと黄色くした部品なんです。黄色で墨入れした部品ですね。この辺もちょっとこう軽く色が残る程度に拭き取っていきます。感じですね。本当にちょっとこう見るとこう色がついてるかなぐらいな感覚です。そしてこれもほとんどもうもうじっくり見ないと見えないくらいな感覚ですけども、これもこうちょっとこう拭って拭き取っていきます。でこうして、であとはこの手の部品のここのところですね。そしてここのちょっと溝になってる部分です。でこんな感じにしまして、あとこの羽の部分の茶色く流したところを拭き取っていってきまして、この濃いブルーのとこには黒流したんですけど、これもこう溝に少し色が残る程度に拭き取っていきます。ですね、こんな感じですね。そしてこれもほとんどわかんないんですけど、まあ、これもちょっと軽く余計についちゃったところを落としていきます。そうしましたらこのパーツ類にデカールを貼っていきます。これが水に浸してでちょっとこう外へ出しておきます。よいしょよいしょ。もしいっぺんにやっちゃうとあれなんで、2、3枚ずつぐらい。
辺のやつをよいしょで、この下のをここに貼っていきます。で位置を合わせながらこんな感じに貼りまして、余分な水を上からこうやって押し出すような感じでちょん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 とこう外へ水を出していきます。でこんな風にまずこれが貼れました。そして次に羽の方ですね。せながら、こんな感じですね。で、これも同じようにこう水を外側に出すようにポンポンとこうスタンプするような感じで水を押し出していきます。そうするとこれがこんな感じですね。そしてここのデカールこれはこっちに貼りますので、ここら辺なん、ここら辺のちょうど真ん中ぐらいに来るあたりに。で同じように水を押し出していきます。でこんな感じにしました。そしてあともう2つかな。一応まあ塗装して組み立てた関節はこんな感じです。これで、あ、ちょっとはみ出てるかな、まだここがここで拭き取ってなかったですね。こんな感じです。こういう風にここにちょっと溝に入ってるぐらいに色を入れています。そしてまあこれがまあ色塗った左腕の完成形になるんですけど、これとあとその肩のパーツですね、それとこの二の腕になるパーツがあるんですけれども、これをこっちがこうで、こっちがこうか、逆かこうですね。こういう感じにまずセットして、でこっちのパーツが長い方だからこっちがですね、こっちがこう、じゃあここはこっちか、こういう感じで入ってます。でこれがこんな風について
こういう風な感じになります。そしてここの部分がこういうについてこういう風な状態にまず腕ができます。で、すいません、これで今またちょっとデカールをまた貼っていきます。で、これかこれのこの位置ですので、ここですね、ここに大体真ん中ぐらいのところに来るように貼っていきます。で、これも水を押し出すようにスタンプの感じでちょんちょんちょんって押しながらちょっとずつ水を抜いていきます。で、こんな感じで貼っていきます。次にこっちの部品、濃いブルーに貼るデカールです。こちらもこの位置に合わせていって、大体の位置が決まりましたらこうやって水を押し出していきます。そうすると、まあ、片っぽは事前に貼ってあったのでこんな感じのパーツになります。で、これで腕のデカールを全部貼り終えました。そして、先ほどのちょっと続きなんですが、これで今左腕がこういう状態になってます。そしてこのパーツが2つあります。で、あ、そっか、その前にこれをつけるですね、ごめんなさい。このパーツをどうなるんだ、切り欠きがこうか、切り欠きがこうか、これ動かないな、よいしょ、こうじゃないのかな、ごめんなさい、こういう風に入ります。そしてこの部品がこうか、こうよいしょ、こうついてここでこういう風にはめるようになります。ここですね。そしたら次にこの部品にこの赤い羽の部分をこれをセットしてこういう状態にします。そうしましたら次にこの濃い青い部品ですね、これをこっちにまず先にセットします。こんな感じになります。そしたら次にこのパーツをここにセットします。で、こんな感じですね。そして最後にこの手首をよいしょつけまして、
これで左腕のこのユニットの部分が完成しました。で、今回ここまでやりましたので、次はまたこちらの右腕の方を組み立てていきたいと思います。今日はこれに終わりでします。